またちょっと逆じゃん。ダイヤモンドヘッドに来ました。今6時ぐらいです。今日も皆さんは抱っこです。走ってんねって。この走り方。バナナはバナナ持っといてあげようか。バナナ後で食べんやったら持っとこうか。こっちだよ。こっちだよ。みんなあっち行かはるからあっちだよ。あ、じゃあちょっと待っとこ。待っとこ。ちょっとここにトイレある。あ、ここで座ってバナナ食べよっか。はい。バナナいらんの？食べるの？パンキだね。みなちゃん映ってるよ。みなちゃん映ってる。向こうも向こうも撮ってるよ。ティージ撮ってるよ。どっちだ？どっちだ？どっちだ？どっちどっちどっちだ。ご機嫌やな。どっちのどっちの先に。あ、なんかや白こっちやな。上やな。ほら、あそこまで上がるんよ。ほら、なんか歩いてる人見えるやん。見える見える。もう多分今日の出やからみんな急いでさ、うん、そうやな。もう日出たもんな、こんな明るかった。ちょっと不安になる。すごいやろ。結構しんどいって言ってはったよ。もう30分じゃなかった。ないない。最近急いで1時間。最近が決めた。食べてた。一応でも1時間半はかかりますからねとか言ってはったしな。え、500m？ 一応500m ぐらい登らないといけない、うん。東京タワーより高い。よし、ここでパパの答えが。でも観念したの。よかった、観念してくれた。みなずさんはバーバの抱っこじゃなくなってウェンウェンです。ひなたさんは抱っこ変わってないと思います。おいしいですか？ダイヤモンドヘッドの頂上に着きました。やった。せっかく上までタクシー登ったん？人いっぱいだね。え、登ったな。バナナ食べてるわ。スタイルバナナ食べる。下でバナナ食べる。下で。あ、待って。危ねえ危ねえ。Thank you.
ダイヤモンドヘッドから降りてきました。